ディオール。クリスチャン・ディオールは、フランスのファッションデザイナー、クリスチャン・ディオールが創立した、ファッションブランドを展開する企業である。創業以来、フランスを代表する、クチュール・メゾンとして、トップに君臨する。本社所在地は、パリパック、モンテーニョー通り30番地。フランスを本拠地とする複合企業の LVMH に、 属するが、単独で株式上場を行っている。オートクチュール、高級注文服、服飾、バッグ、革製品、宝飾品、時計、コスメ、香水と、その展開分野は幅広い。オートクチュールラインは、ディオールオートクチュール、ダイヤーホートクチュール、ウィメンズラインは、ディオール、メンズラインは、ディオールオム、ベビーラインは、ベビーディオール、ベビーディオールと称される。 また、ホームコレクション、ディオールメゾン、ディオールメゾンも取り扱う。ほぼすべての商品が自社及びその系列会社によって製造、販売されているが、サングラスメガネフレームについては、イタリアのサフィロ社による OEM 供給品が展開されている。クリスチャン・ディオールは1905年に、ノルマンディ地方のマンシュ県、グランビルで生まれた。彼は、生涯にわたって、 この幼少期を過ごしたグランビルがルーツであることにこだわりを持っていた。彼は常に子供時代友人らに囲まれてこの田園地方で過ごした。ディオール家は肥料ビジネスを発展させて財を成しておりアッパーミドルクラスの実業家の絶好の見本であった。ディオールの肥料の広告の中にはディオールはゴールドである。ディオールの肥料は その重さのゴールド同様の価値があると称えるものがあった、おわはフランス語でゴールドの意味である。幼いクリスチャンは、リュンブの家と呼ばれた大変美しい家で育った。小石を埋め込んで仕上げたピンクとグレーの外壁の家。今日ではこのカラーやディテールは、ディオールのファッションメゾを象徴する重要な位置づけとなる。ピンクとグレーは、ディオールの世界を象徴づけ、 そして現在もメゾンを表す代表的なカラーである。ディオール家が購入した1905年、この家は築10年を迎えており広大な庭園は手入れされておらず荒れていたが、風や嵐からこの庭園を守るためマダムディオールはすぐに整備を始め木や花を植えた。幼いクリスチャンは花や自然に夢中になり、花や植物のカタログを暗記してガーデニングをする。 母の後をついて回った。ムッシュディオールにとって、グランビルのガーデンが彼の初となるデザインの舞台となった。幼少期のこのような理由により、花や昆虫、動物などはたちまちムッシュディオールのお気に入りのテーマとなった。歴代のデザイナーもそして現在でも、ラフシモンズ、ビクトワールドゥ・カステラーヌ、クリス・バン・アッシュらの蜂の刺繍による作品を通じて、 このような自然との強い結びつきが絶えず、予想い新たに登場している。また、彼の作品に影響を及ぼしている、もう一つの要素が、グランビルのカーニバルである。クリスチャン・ディオールがそのキャリアをスタートしたのは大変、若い頃で、カーニバルのコスチュームや仮面を、自分のテーマたちのために描いてあげたのが始まりである。グランビルで数年を過ごした後、 ディオール家はこの地方を離れてパリ16区に移り住んだ。クリスチャン・ディオールがもう一つの決定的なインスピレーションを見出したのはこの時である。それは彼の母親が内装を手掛けたアパートに見られたルイ16世スタイル新古典主義建築であった。彼は後に自らのファッションメゾンにおいて新たな解釈でこの内装を表現することになった。もとより クリスチャン・ディオールは当初建築家を志しており、装飾芸術を勉強した。しかし彼の両親は外交官になることを望んでいた。両親は彼をパリ政治学院に入学させたが、ここで彼は学生としての勉強に勤しむよりも、むしろ後に素晴らしい出会いとなる人間関係の構築に忙しい日々を過ごした。1925年になると、 彼を囲む友人は主に新進のアーティストたちであった。クリスチャン・ディオールはその頃から芸術界との密接な関係を構築し、また、この頃が黄金期であった。1920年代の終わりに、彼は友人で古美術賞のジャック・ボンジャンと提携して、パリパックに小さなギャラリーをオープンし、彼は自分と同世代の若くて才能あるアーティストを紹介し、 その後、サルバドールガリア、ジョアン・ミロなどのシュルレアリストや、マックス・ジャコブ、ラウル・デュフィ、ヘルムート・コリエといった現代美術の巨匠を世に紹介した。ディオール家は1929年の世界恐慌で壊滅的な損害を受けた。クリスチャン・ディオールは病に倒れ、イビサ島、スペインのバレアレス諸島で療養した後、無一文の状態でパリに戻った。彼は、 陽気な彼の友人グループが定期的に集まるバーレストラン、ブフシュルル、東アの最上階の部屋に無料で下宿した。この頃、クリスチャン・ディオールは自由奔放な生活を送っていた。パリパックのロワイヤル通り10番地で、クリスチャン・ディオールと一緒に過ごしていた、ファッションデザイナーの友人の一人が彼の才能を認め、自らファッションデザインを始めてみてはと勧めた。 彼は偉大なクチュリエであるロベール・ピゲに見出されて1938年にピゲの下で働き始めた。1939年に第二次世界大戦が勃発し、クリスチャン・ディオールは動員される。復員した。彼はニース、南フランス周辺界隈の丘陵地、カリアンに避難した。ここで家族は妹のカトリーヌが暮らす小さな家を守った。彼は、 フレス向けのファッションのデッサンを描いたり、家族を養うための果物や野菜を庭で育てたりして、この地で2年間を過ごした。この長期滞在中に、後にメゾンド、ディオール、ハウス・オブ、ディオールのオフィシャル、イラストレーターとなるルネグ・ヨートである。1941年、クリスチャン・ディオールは、当時の偉大なクチュリエの一人であるリュシアン・ルロンから、彼のアシスタントとなるよう求められた。 ルロンは、クリスチャン・ディオールに声をかけると同時に、ピエール・バルマンという人物にも声をかけた。この二人は素晴らしく、仲が良くなり、一緒にファッションメゾンをオープンするコマで考えていた。ただ、その後クリスチャン・ディオールが共に立ち上げることをためらった。ため、ピエール・バルマンは1946年に一人で、自らのファッションメゾンをオープンした。現在、ディオールのブッティックは、パリ、 ミラノ、ローマ、ロンドン、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、東京、名古屋、大阪、神戸、香港、上海、ボストン、ホノルル、サンフランシスコの世界の都市中心部にある。日本では、1964年5月にカネボウが製造販売の独占契約を結び生産を開始する。1981年には、カネボウ、カネボウ化粧品、カネボウディオール、 カネボーディオール無視を合併。しかし、1989年にディオールを親会社とした LVMH 社がライセンスを絞る方針を進め、1997年2月7日にカネボーはディオールから契約を同年4月30日に解消すると告げられ、同年秋冬をもってライセンス生産は終了した。また、ランジェリー部門のカネボーシルクエレガンスも ディオールと98年初頭に契約を解消した。1964年から約30年間にわたって日本で販売されたディオール製品は一部の輸入製品を除き、ほとんどがカネボのライセンスによる日本製であり、紳士、婦人服だけでなく、ストッキングやソックス、ベビーブック、本国にはないゴルフウェアまで多岐にわたっていた。ライセンス解消以降は、 輸入した製品を販売するるようになる現在は東京、表、山道、銀座、大阪、震災橋、神戸、旧居留地にブティックショップを展開するほか、全国各地のデパートに店舗を展開している。コスメ、香水フロアにおいても、ディオールのコーナーを目にすることができ、シャネル、パルファムジュバンシーなどと並ぶ海外コスメブランドの代表といえる。 ライセンス解消以降日本ではディオールオムを含む大多数の商品をクリスチャンディオール株式会社で扱うがコスメ、香水をパルファンクリスチャンディオールジャポン、パファムクリスチャンディオールハポンが取り扱う。また自社取り扱い商品の中でも高級ジュエリー商品はディオールファインジュエリー、ディオールファインジュエリーとしてラインが分けられている。また元々 LVMHK でないサフィロ社製造のメガネフレーム、サングラス製品は、その他のサフィロ社製品と同様に、サフィロジャパンが取り扱っている。2017年に創立70周年を記念して、ドキュメンタリー映画、クリスチャン・ディオールカレーなる、モードの帝国、現代、インサイド・ディオールがイギリスで制作され、2018年日本でも、公開された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。